on Bridge。早めに片付けよう。
あ、これで終わり？任せて！私の番。やっ、来た。あ、うん、やっ、うん、いつでも行動可能。セナディア、必ず任務をクリアするよ。動かない。5、4、1。あった。私に任せて。目標録音。
射撃の時間だ。今戦場を一掃する。任せて。一点攻撃。目標位置に到着。さて、少し休憩しようか。私に任せて。そよぐ風も視覚の一部だね。外の世界にとって世界の泡は一つの盆景なのかな。どこに行こうかな。少しブラブラしよう。風も視覚の一部だね。変わった場所に行ってみたいってたまに思うけど、宿題があるから残念だな。外の世界にとって世界の泡は ここに留まるようにってあなたが言ったから、私は仲間たちと連絡が取れなくなった。それならそこの装置を直してってお願いしてもいい？いや、お願いというよりこれは脅しなのでは？わかった。早く通路を直してくれないと思い切り叩くよ。悪いが、できない。何でもできる道具でも応用範囲の制限を受ける。しかもあの通路は空から降ってきた老朽の造物ではない、あなたと喋るのは疲れる。来た。やっぱり何の反応もない。それも当然だ。かつて唯一離れる資格を持っていたものは自ら諦めることを選んだ。
そして唯一離れる能力を持っていた者たちは自らの手でその方法を壊した。まだ私の意見を聞く気があるなら、現在最も賢いやり方はその役目を十分に発揮することだ。また?やーおはおやーや覚えておく。ヘイエンジン転換。今までと同じだ。弱いけどしつこい。分かった。それならもう一度。終わり?やっぱだ。ドン!エンジン、変化!待って。奴らは、まさか、何かが、おかしい。人間は効率を重んじる。誰かに思い直してもらえる一番の方法は、おそらく、効率で誠意を見せることだろう。今のは私のほんの気持ちだが、いかがだろうか。来た。あ、うん。来た。つまり、あなたがあの怪物たちを。星が徘徊するあの天の海。影とそれは水と火のようでありながらも、片方が減ると、もう片方が増える。しかし、今回私が求めているのは、あなたとちゃんと話すことだ。怪物を倒すことに協力したが、価値という面では不公平。次はない。じゃあどうして今までそうしなかったの?そんな力を持ってるなら、私に脅されることもなかったのに。別に脅されても損はしないだろ。それに、行動には代価がつきもの。収穫を得られると確信していないなら、何もしない方がマシだ。もし、私が本気でハンマーで叩いたら?勉強の代価が叩かれることなら、別に構わない。生きる唯一の機会を捨ててまで、自身が損することを選ぶ者には、滅多に会えない。ひとまずちゃんと自己紹介しよう。少し言いにくいが、私のことは、核と呼べばいい。協力関係を求めるにあたっての自慢ではないが、彼女が残した弦と目などと比べると、私の方が道具として様々な役割を果たせる。それは、生きる機会と関係ない気がするけど。あなたは実に、目的が明確な人だ。だったら何?あなたの理論だと、他に質問したら、別料金を取られるんじゃない?ああ、いい見解だ。道具として、あなたの代わりにできることはあまりにも多い。満足を知らない者にとって、それはむしろ危険すぎる。しかし、そう警戒する必要はない。等価交換は私のやり方ではなく、機能だ。たとえあなたから何らかのメリットが得られるとしても、私が先に何かを渡し、取引を成立させない限り、あなたから何かを得ることができない。それで、どうすればそのアンカーを直してくれるの?そう焦らなくてもいい。今の私は確かに老朽で、思考で市場の存在だ。それでも、すぐにあなたの願いを実現することはできない。だが、それを取引材料にする際の妨げにもならない。どんな目的でも、達成するには多種多様な方法があるのでは?例えば。私は老朽の存続の鍵を知っている。そのため、私の導きのもと、あなたは自身の力で目の前の世界を壊すことができ、そうすれば、おのずと再び、海に身を投じることができる。いいね、今すぐ行こう。大丈夫。私たちは、え?もうわかってるよね。適当な冗談は、
私たちの会話にとって何の役にも立たないって。いいだろう。ずっと少爵と一緒にいたせいで人類の多様性に対して必要な感度を失っていたようだ。それでは本題に入ろうか。まず説明しておくが、あなたの仲間たちの行方を私は知らない。何せ老朽では先ほどのように通路が現れたことは一度もなかったから、それに関する記憶は私自身にも割り振られていない。無論道具と道具には違いがある。庭師の道具は何があっても枝葉の剪定にしか使えない。しかし鍛冶屋の道具は戦争の源になりうる。そして私は造物の人の道具だ。そのために私は全能でなければならない。かつて術という名で世を渡り、そして世界を天国と地獄に変えた者たちのように。あなたの言う天国と地獄がどういう意味を持つかはさておき、全能の神は誰にも持ち上げられない石を作ることができるか。まさかここでそのパラドックスを扱うつもり？逆にわかりやすいだろう。造物の人の道具である私にできないことはないが、それでも規則にとらわれる。しかし術の名を持つあの者たちはいつでもその上に立っている。彼らはこういう規則を作ることができる。この世界で私が作ったあらゆる私でも持ち上げられない石はどれも私が持ち上げられる石だと。言葉遊びだね。とにかくあなたから見て装置を起動させたければその術にお願いするしかないってことか。そこまで遠回りして話す必要なんてある？ある。道具として私は合理的な範囲内で一文字のズレもなくあなたの要求に応えられる。しかし一文字のズレもないため要求を口にするときはどうか慎重に対応してほしい。結果を目にしたときに言葉が明確ではなかったことを後悔しないために。見ての通り私の唯一の使用者が行方不明になっている。彼女の代わりに責務を果たす者が必要だ。術の誰一人でも永眠から目覚めさせたらそれは大罪と言える。まだ私に教えてないことがあるみたいだ。いや、とても単純だ。あなたの世界にも造物種に関する伝説が存在するかどうかは知らない。もしあなたが彼らを探すことを選んだら、最後にあなたは自身の行為が高尚なものだと考えず、自分のことが許せないと思うようになるだけだ。いいね。私は高尚な人じゃないし、許される必要もない。あなたの言葉遊びも、その裏にある目的も気にしない。私がすべきなのは、異星での旅を続けられるように、通路をもう一度出現させて仲間たちと合流することだけ。いいだろう。ではよろしく。それだけ？適当すぎるんじゃないの？契約を結びたいなら、おそらく今は私たちを制限できる規則のようなものはないと思うが。そこまでややこしくする必要もない。そうだね。出発する前に私のことをマスターと呼んでみたらどう？ま、もういい。本気にする必要はないよ。あなたにユーモアのセンスがないことは分かったから。それに今はそんな風に遊んでも意味がない。他の人がいる時にまた呼んでもらうよ。行こう。まずは何をするべき？あなたのしたいこと、あるいは欲しいものを口にしてもらう必要がある。工事の図面のように、できるだけ細かく言った方がいい。じゃあ、直接、私が今一番行くべき場所に連れて行って。人工知能に対して、ちょっと不信感があるから。言葉をむやみに一致させるよりも、あなたに自動で道を探してもらった方が、私の要求に一致すると思うんだ。
それはまた変わった望みだ。それもいい。使い方に慣れるまでの過程の中にミスを犯すことも当然含まれている。では仰せのままに。ここは私たちのしようとしてることと何の関係があるの？前に話したように要求を口にするときはできるだけ細かく言った方がいい。解釈がちょっとずれただけであなたの願ったものと違ってくる。重大で危険な過ちと比べると少なくとも目の前の状況は命を脅かすほどのものではない。でもどうして私の今一番行くべき場所がここなの？確かに一文字のズレもない。先に私に教えるべきだと思うんだけど。それは私が気にすることではない。長い間私がしてきたのは二つだけ。使われることと自分を使い続けられるようにすること。握られた刀にその使用者に対して自分の首を切るべきではないと忠告する義務はない。あなたならわかるはずだ。無論あなたに相応の意思があれば助言することはできるが。もう少しポジティブな話題を出せない？それもあなたの要求ならもちろんだ。例えばあなたはこの過ちを利用して正確に栄養を補給することができる。その間私はあなたの代わりに何かを試みる。あなたが話してたあの術のこと？それも間違っていない。彼らを呼び起こす前に彼らもまた別の形で栄養を補給する必要がある。でも私が言おうとしているのは、私たち戻る？あ、ここがあなたの故郷なの？夢追い人。うん、ここが大岡市の中心にある安価ビル。いろんな施設が入ってるんだ。私の学生寮もここにあるの。わお、見る限り琥珀街よりもずっとすごいね。そうかな。どっちも面白いと私は思うけど。コラリ、商業施設の中に学生寮があるなんて聞いたことある？コラリ？大変、まさか私たちと一緒じゃなくて向こうに残されちゃったの？ダメダメ、急いで戻らなきゃ。え？どうして何の反応もないの？さっきはこうしてこう、そしてこう。やっぱりさっきのはまぐれだったんだね。厄介なことになった。バーン。ごめんね、みんな。時は一瞬っていう悔しさも理解できるけど、根源物質管理条例第22条によりデータの海から来た未知の再現物はその場で撃ち殺すことになってるんだ。ちょっと親切姉さん、知らない人をからかうのをやめて。彼女たちは根源物質管理条例に第22条はないってわかると思ってるの？すぐバラさないでよ、つまんないの。じゃあ自己紹介するね。私はこの子の先輩で楽親切、データ研究所で働いてるの。親切って呼んでね。
るほど。みんなはデータの海の奥で出会って、老朽っていうところに流れ落ち、こちらの少尺さんと知り合って、セナちゃんのおかげで偶然この夢追い人の故郷に戻ってきたんだね。どうして親切姉さんまでその名前で呼んでるの？かっこいい名前だからだよ。ねえ、セナちゃん？うん、もちろんだよ。夢の中の私がどういう状況にいるのかまだ知らないけど、夢追い人のおかげで私たちはアストラルリングっていう力を手に入れたんだ。そう考えるとデータの海って本当に不思議なところだね。宇宙人と出会った上にお姉さんが夢追い人に電話したところまで見られたんだもん。電話するとは言えないかも。とにかく夢追い人の通信機は確かにこっちからの信号をキャッチしてたよ。通信が安定してなかったから返事はできなかったけど。状況の再現。起動した週末のアンカー。歴史上のあの件と関係があったりするのかな。だってこっちには一人の、そう考えると一体誰が主体で誰が客体なんだろう。ああ、大丈夫だよ。ちょっと考え事をしてただけ。あんまり喋ってないのは、少弱だよね。100年の間に自由に発展したこの世界を見て、どう思った？うちはご指名？もちろんだよ。だってあなたは、他のみんなはまだ気づいてないみたいだね。それなら、しばらく内緒にしておくのも悪くないかな。さて、話を戻そう。ヘリアは仲間のことが心配なんだよね。でも私に言わせてもらえば、この週末のアンカーの近くでしばらく待ってるだけで、彼女に関する情報は向こうからやってくると思うよ。確かにこっちの世界のことはよく知らないけど、つまりそれって今の私たちには何もできないってこと？そう理解してもらっても構わないよ。結局のところ。おっと、想像してたよりずっと早いね。もしもし、夢追い人、ヘリアは一緒にいる。コラリ？あんたなんだよね、コラリ？バカ、火星にコラリーが何人もいるわけないでしょう。それとも、ここはわざとらしくこう言うべきかな。お久しぶり。あの週末のアンカーだけでも十分おかしいと思ってたのに、どういう状況なの？セナリオだ。じゃあ、少弱も一緒だね。ここから他の人の声が聞こえてくるのはかなりおかしい気がするけど、その通り。うちもここにいるよ。いやー、賑やかな場所だ。上の数字を見る限り、夢追い人の家は100階分もあるのかもしれないね。店も琥珀街のものよりずっと多いし、どこを見ればいいのかわからなくなったよ。別にここの全部が家ってわけじゃないよ。たまたま住んでる場所がこの中にあるだけだからね。まあ大して変わらないよ。ここに住んでるなら隣近所は全部家族みたいなものだろ。現代社会はそうじゃなくて楽しい話の途中で邪魔をして悪いが、コラリーには少弱と相談したい、もっと大事な話がある。あなたたちの通話は私個人が作った試みであって、雑談に使うものではない。おや、当事者もいたんだね。簡単に紹介するけど、この声は書く。こういう放棄がもともと出せる声ってところかな。今まで紹介できてなかったよね。冷たそうに感じるけど、昔は美婦人と言えるほどだったんだよ。少弱、あなたたちを入れると通路は今日二度も現れた。今日の時間の範囲はどれくらい？10時20分から週末のアンカーのデータをチェックしてるけど、夢追い人が戻ってくるまで
異常なんて何もなかった。それはどうだろう。そこまで正確な判断はできない。だが念のため、通路を通してそちらの世界に影が浸透していないか、確認する必要があるかもしれない。私にも、影たちとの密接な関係があることを考慮すると、コラリーと私が今、異なる世界にいるあなたたちに連絡できたことも怪しい。確かに。私たちは今、琥珀街にいる。あのアンカーから離れたところだ。どこがおかしいか理解できた。今の通話は、週末のアンカーの異常と何の関係もないかもしれないってこと？その通り。夢追い人のお姉さんは理解が早い。でもそうなると、厄介なことになるよ。厄介？それって、棚からぼた餅みたいなことはないって感じ？確かにそうだね。週末のアンカーは謎に包まれてるわけじゃない。簡単に言うと、世界の泡で唯一無二の得意点って感じかな。十分な強さ、あるいは共鳴できるタイプのエネルギーがあれば、私たちをより高い次元に送ることができる。ああ、それとはまた別に、セナちゃんが週末のアンカーと共鳴して、私たちの世界と他の世界をつなげたことにも驚くべきだよ。ただ、もし今の通信が、本当は週末のアンカーと何の関係もないなら、この大菓子の安定性に、危機が迫ってる気がする。地元の人間として、どうやって夢追い人の仲間たちをおもてなししようか考えてたんだけど、今の状況じゃ、むしろみんなに新しい仕事をお願いする必要がある。まだ危機の兆しはないけど、潜在的な事態の重さを考えて、しばらくは私の指示通りに動いてもらってもいい？大丈夫だよ。遠慮しないで。親切姉さんの言う通りにするね。姉さん。わかった。指示とは言ったけど、今の段階で大げさに何かをする必要はないんだ。夢追い人、セナちゃん、ヘリアが一緒に行動して、少弱と私が一緒に行動する。まずはこの階の店舗に行ってみて、例の影に関するおかしなことが起きてないか確認しよう。でも、世界の泡の安定性は大事なことだから、確実な証拠を見つける前に、むやみにみんなの生活を壊したくないんだ。調査中は、そこに気をつけてもらってもいい？もちろん、問題ないよ。私も問題ないよ。はぁ。少弱？もう、うちを見ないで。大丈夫だから。ただ、この辺りがあまりにも素敵だったから、ちょっとぼーっとしてただけ。問題ないよ。夢追い人と私は、このアンカビルをよく知ってるから、調べてる時に何か知りたいことがあったら、私たちに聞いて。行動ルートについては、機関とかの公共団体、それと上の店は私が何とかする。夢追い人は、古木、長居、糸の夢、スイートテイスト、668百貨店に変なことが起きてないか確認してみて。その後、下の階の市民ホールで合流しよう。善は急げ。もう出発しよう。え？そんなに早く？もちろんだよ。確率が 0.001% しかなかったとしても、これは些細なことじゃない。しばらくは私の指示に従ってもらうよ。私に任せて。親切姉さんの言う通りにするしかないね。どうしたの？データの海の幻覚を一瞬見た気がしただけ。もう大丈夫だよ。本当に？ちょっと休んだ方がいいんじゃない？本当に大丈夫だってば。データの海に長くいるとこういう副作用が出るんだ。しばらく放置したら良くなるの。さあ、まずはブックカフェに行ってみよう。
今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。こんにちは。今日も猫ちゃんたちと遊びに来たんですか。あれ、新しいお客様ですか。いらっしゃいませ。あ、遊ぶために連れてきたわけじゃない。今日は特に変わったことはありませんでしたね。すごく穏やかな一日でした。ちなみに親切さんは何を気にしてるんですか。あ、なんでもない。新しい実験が周りに影響を与えてないかどうかを確認したかっただけみたい。なるほど。それなら本当に大丈夫ですよ。安心してって伝えておいてください。まだ仕事がありますので、もう失礼しますね。うん、ありがとう。はぁ、あぁ、あなたって意外といい加減なことも言えるんだ。さっき話してた新しい実験のことだね。うん、別に嘘じゃないでしょ。週末のアンカーの異常は親切姉さんにとっては新しい実験みたいなものだしね。これから悪党になったとしても夢追い人はちゃんとやっていけそうだね。褒めてるんだかけなしてるんだか。でもさっきから気になってたんだけど、親切さんの職業って一体何？権力を握ってるように見えるんだけど。権力ねえ、親切姉さんが権力を持ってるというより、データ研究所が大菓子にとってかなり重要だって言った方が正しいと思う。ここのみんなは一つの世界の泡で暮らしてる。このビルを出てから車で3時間もかからないうちに世界の辺境にたどり着けるの。こんな環境だと街を維持するためにデータの海から入手できる万能な材料、根源物質ばかりに頼ってしまうんだ。あ、根源物質の性質はどっちかといえば私たちが老朽で見た回収と似てると思うよ。何？そっちも恐怖を集めてるの？違うよ。でもデータの海から取り出して加工した根源物質はプログラミングっていう形で世界の泡にある任意の物理材料に固化できるの。そういう万能性が似てるんだ。根源物質を直接パンやクッキーに大量変換する方法とかは開発できなかったけどね。なるほど。石油みたいなものだね。石油？そうだね。地球の根源物質だとでも思っておいて。そう考えると私の体もそういう根源物質でできてるのかな。難しい質問だね。普通の物質に変換された後は根源物質自身の特徴は消えちゃうから、いずれにしても今までの経験から話すと普通の人間と私たちには生理的な違いなんてないはずだよ。なるほどね。じゃあ私があの週末のアンカーを起動させられた理由はそれじゃないんだ。答えのない問題をこれ以上考えても意味はないし、よし、調査を再開しよっか。晴れた日はたまにお日様とおしゃべりしたくなるね。こんにちは。ああ、またあんたか。今回は友達と家具を選びに来たのか。そういうわけじゃないけど。変わったこと？いや、聞かないな。それなら何か超自然的な力とやらにこのチラシを全部お札に変えてほしいくらいだよ。ん？超自然的な力？お札？何何？何か思い出したの？違う違う。何か変わったことがあれば2日くらい休めると期待しただけなんだ。今日の彼は少し様子がおかしいような。晴れた日はたまにお日様とおしゃべりしたくなるね。少しブラブラしよう。そよぐ風も地殻の一部だね。
変わった場所に行ってみたいってたまに思うけど、宿題があるから残念だ。糸の夢へようこそ。何かお力。なるほど、親切さんの実験でしたか。こちらは特に何もありませんが。何？何か心配事でも？いいえ、先ほどこちらの方を夢追い人と呼びましたね。その呼び名を聞いて少し感慨深いと思っただけです。感慨？ええ、エリシウムの神話をご存知ですか？その伝説には時間を遡ることができる選ばれし者たちがいて、彼らは夢追い人と呼ばれていたそうです。伝説によると、夢追い人は一人の夢に潜入し、もう一人の夢から浮かび上がることができる。彼らはそういう手段で歴史上のあらゆることを観察したようです。夢追い人、今の話知ってる？初めて聞いた。大丈夫ですよ。神話というのは食後の話のネタのようなものですし、深く考える必要はありません。ですが、皆さんが興味を持ってくれたなら、古い雑誌をお貸しできますが。平和な安価、幸せな時間、アンカラジオと一緒に。たまにお日様とおしゃべりしたくなるね。外の世界にとって世界の泡は一つ。どこに行こうかな。変わった場所に行ってみたい。ようこそスイートテイストへ。あれ、ユウウ先生のところの学生さんじゃないですか。新しいお友達と来てくれたんですか。あ、時間があったらみんなにスイートさんの料理を食べてほしかったな。変わったことですか。あ、クリームを一パックなくしたみたいなんですけど、それはどうでしょう。開封済みのクリームがどこかに置かれてしまったみたいで見つからないんです。それはお店の人がうっかり忘れて、そのミスを認めようとしてないだけなんじゃ。そんなはずないんですけどね。決められた位置に置くようにってちゃんと教えておいたのに。誰かが盗み食いしたとか？それはないと思います。クリームだけは盗み食いする人なんていませんよ。下の階にあるブックカフェの猫じゃあるまいし。ところで、この猫ちゃん用のご飯をアンジュさんのところに持って行ってくれませんか。お礼としてスイーツをご用意します。今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。親切のプロジェクトがどうなってるのかな。店からクリームが消えたのって変わったこととは言えないよね。うん、スイートさんもたまにうっかりしちゃうから。でも彼女が話してたユーウン先生って夢追い人の先生なの？うん、そうなの。私たちの先生でデータ研究所の所長なんだ。ただ先生はよく出張で出かけてるから、普段は親切姉さんがデータ研究所の日常的な作業をまとめてるの。へえ、なかなかいい人脈作りをしてるね。まあいいや、本人にそんな意識がなければこの話をしても意味がない気がする。でも考察任務のこともあるから、ぜひその先生を私たちに紹介してほしい。もちろん大丈夫だよ。でも先生の出張はいつも長いから、1年間18ヶ月のうち12ヶ月も研究所にいなかったりするんだ。というか世界の泡にいないこともあって。待って、今なんて、1年が18ヶ月。
18ヶ月に何か問題でも？落星の1年は18ヶ月だよ。1年は668日か669日だもん。あ、わかった。地球の1年は300日間くらいだから、1年に18ヶ月もない、そういうことかな。もちろん、1年は12ヶ月、全部で365日か366日。なるほどね。じゃあ夢追い人が落星での自分の年齢を口にしたら、みんなに子供扱いされるんじゃないかな。年齢も時間を表す数字に過ぎないよ。それに生き物が成熟する年齢はその惑星の公転周期で決まるという理論もあるし、とにかくスイートテイストも異常なし。もし668百貨店にも異常がなければ、私たちが引き起こした週末のアンカーの現象は周りの人たちの生活に影響を与えてないって言えるね。それなら何よりだね。初めて来たとはいえ、こういう賑やかなところは好きなんだ。普通の商業施設だと思うけど、まあ気に入ったならそれでいい。どうやらコラリーとヘリアの故郷も面白いところみたいだね。それはどうだろう。でも今は雑談してる場合じゃない。ここは急いで親切さんの任務を終わらせて時間通りに集合場所に行った方がいいと思う。確かに。三医師異国に向こう、その次は何だったっけ。こんにちは、ようこそ。でも今日店で何か変なことが起こってたりしない？あなたに聞いてほしいって親切姉さんに言われたの。お待ちください、データベースを確認します。本日データ研究所の基準から見て、大岡市内の全ての668百貨店で異常は発生していません。ですが特筆事項として、親切さんの質問をシステムにアップロードしました。これから668百貨店に異常が発生した場合、システムの方で関連情報をデータ研究所に送り、よかった、ありがとう。でもどういたしまして、こちらは本日の割引券です。またのご来店をお待ちしております。絶妙な発明を。ところで今あなたたちと話してたのは人工知能？そうみたいだね。デモの話？彼女は分散型モデルで、厳密に言うと668百貨店の店員はみんな彼女なんだ。あなたたちの世界の泡ってやり方が贅沢すぎるよ。まあいい、一部分からでも物事の全貌を推し量れる。その根源物質とやらがあなたたちに何を与えられるのか大体分かったよ。ただの世界の泡だけど、地球があなたたちを羨ましいと思えるほどの価値があるみたい。雑談はここまでにして、急いで市民ホールとやらに行って少女たちと合流しよう。晴れた日はたまにお日様とおしゃべりしたくなるね。うん、少しブラブラしよう。平和な朝、幸せな時間、アンカラジオと一緒に。回転が逃げないように散歩するときは必ず右から手を離す。お、親切姉さん。うん、こっちも着いたばかりだよ。どうだった？店の周りに何か違和感はなかった？ううん、全然。強いて言えば、スイートテイストのスイートさんがクリームをなくしちゃったんだって。彼女自身がうっかりなくしたっていう可能性もあるけどね。やっぱりこっちも似たような状況だったよ。あれ、少女は一緒じゃないの？うん、彼女にはもっと細かい調査をお願いしたの。私たちとは全然違うやり方でね。彼女をもっと頼るべきだ。あなたは、あ、少女の放棄の声かな。もちろんだ。私はコラリーと琥珀街の状況を調べているが、そちらの進展も把握している。みんなと同じで琥珀街でも何の進展もなかったよ。いや、
進展がない。それもまた一つの進展だ。そう？誤解しないように。私も今はまだ具体的な結論を出せない。だが私は少女のことを信じている。私もだよ。少女って一体何者なの？前はそんなにすごい人に見えなかったんだけど。いい質問だね。少女のお仲間さん、誰がその件を説明するべきだと思う？そちらに任せよう。私の視点から話すと偏りは避けられない。わかった。ちょうどいいし、ここの展示を利用して夢追い人に歴史を勉強してもらおう。ここに展示されてるのは100年前に大火市が作られた時の歴史なんだ。大崩壊の前夜、固有世界の落成はすでに危険な状態に陥っていた。そんな状況の中、大崩壊の力を巧みに利用して崩壊の影響を受けない世界の泡を作って、そこで人々に平和に暮らしてもらおうとした、ある志願者たちがいたの。うん、歴史の先生はそう教えてくれた。つまりその力が。そう、非公式の記録ではその力は影の呪いと呼ばれてる。え？彼らの話によると、100年前の桜花では影は恐ろしい存在で、大崩壊が具現化したものだったらしいの。まさか老朽って。判断を急がないで。非公式の記録では大崩壊に対抗した奇跡は少数の人たちによるものだって書かれてる。彼らが犠牲になったおかげで、新たな桜花市は外の影響を永遠に受けなくなった。でも7人の偉大な存在が私たちを大崩壊から救ったっていう話よりも、数えきれないほどの普通の人間が力を合わせて私たちの文明があの危機を乗り越えられるようにしたって、みんなはそう信じたいの。例えば、そう、ヘリア、あなたたちの星にも造物主や救世主のような伝説があるよね。そういう存在に対して違うスタンスを持つあなたの同胞を思い出してみて。きっと私の話を理解できるはずだよ。確かに理解はできる。ただ状況が違う。私たちの故郷には生きてる神がいる。協力プレイのゲームで彼女の惨めな戦績を確認することさえできる。地球の状況は確かに特殊だよ。地球の神の話を置いておくとしても、崩壊獣、律者、ましてや崩壊病、それはもしかしたら地球特有の現象かもしれない。確かに馴染みのない言葉ばかりだね。かつて私たちを悩ませた惑星の大崩壊の話をまとめると、すごく単純だよ。100年以上前のある日、惑星の学者たちは固有世界がダークエネルギーにゆっくりと引き裂かれてることに気づいたの。その原理は不明だけど、不可逆的に世界がデータの海に沈んでることが分かったんだ。当時の人々が行動しなければ世界の結末は目に見えてた。何せすでに沈んだ部分は全部根源物質と乱れたデータになってしまってたんだから。世界の泡にとってそれは間違いなく終焉。でも彼らがすでに大崩壊を経験してるなら、まさかかつてのデュランダル先輩が成し遂げたように誰かがここを完全に安定させたの？待って、今7人の偉大な存在が私たちを大崩壊から救ったって言ったよね。その話の中で彼らはどう成し遂げたって語られてるの？わからない。私が見てきた記録はどれも曖昧で、だからこそ生死と比べて信憑性が足りないんだ。でも別の面から考えると、そういう人が確実に存在してたとしても
彼らを一般人として見ることはできない。話によると、失われた随筆の七術一法にはこう記載されていた。大崩壊以前の年代で、その7人は術としてすでに誰もが知ってる存在だった。大菓子が作られた当初は、彼らを立ち去った人神と呼ぶ人もいたんだとか。術？法は明らかなるにごとくなく、術は現るるを欲せずの術だよ。その7人は具体的な人間というよりも7つの手段って言った方が正しいと思う。大崩壊に対抗する手段ってこと？ううん、それは彼らの本来の責務じゃない。彼らが術と呼ばれるようになったのは、恐怖に関する影の呪いのせいなの。まさか少女は？うん、その記録の中で少女という人物は七術の一員だった。しかもそれだけじゃなくて、彼女の術としての手段は欺瞞だったの。彼女が欺ける対象は物理法則まで含まれてるんだ。あなたたちが話す記録はよくわからないが、少女が欺瞞の術であることは間違いない。私が器具の術と呼ばれるのと同じだ。こういう呼び方は有名無実だが、どうやら伝説も何の根拠もないってわけじゃないみたいだね。狂楽、殉死、結合、破棄、巨眼、器具、欺瞞、最後の二人とはもう合ってる。あ、ほらあそこ。さっきの話が信じられるものなら、もしかしたら一人の神が私たちと合流しようとしてるかも。欺瞞の術、あのバカバカしく見える記録もちゃんとした根拠があるみたいだね。ただの虚名だよ。でもどうしても聞くのなら、虚名でも正真正銘の虚名だって答えてあげる。誤解しないで、本当かどうかを問い詰めるつもりはないよ。桜花以外から来た存在であるあなたがそんなにも術を知ってること自体が興味深いんだ。そしてあなたには、桜花と老朽は同じところから来てるように見えるんだよね。そこまで確信してるわけじゃないよ。うちの記憶の中の桜花とはあまりにも違いすぎるから。でも100年以上前は桜花も老朽も旧安価の4地方の一つだった。ここだって安価ビルって名前だよ。安価4地方。ああ、老朽、冥界、白、桜花。そうそう、4つの外区に分けられたんだ。そう、少なくともこれで私たちの世界はデータの海で孤立してないって証明できるね。それならこれから話すアドバイスも理にかなってると思うけど。今話したように、夢追い人、先生が実地調査から戻ってくるまで、この件は今期のあなたの研究課題にしよう。え？何か問題でも？だってあなたは唯一の体験者なんだし、この件は歴史の勉強にもなるんだよ。うん、要点はそこじゃなくて、この件は終末のアンカーと直接つながりがあるのに1年生の研究課題にするなんて身の程知らずって言われちゃうよ。自分の手で何かをやらかさないと、その成長は確実なものとは言えない。それに課題の研究において、あなたはすでに凄腕と言える協力者を何人も知ってるでしょ。安心して、本当に何かトラブルが起きた場合、研究所は見て見ぬふりなんてしないよ。でもその前に、あなたたちに桜花と老朽に潜んでる危機を解決してほしいのも事実。この件は私が支援しよう。その視点から考えれば、あなたたちは全力でやることができるだろう。あんた
普段はうちに対してそんなに優しくないよね。先ほどあなたを案内した桜花のロボットはさぞ優しかったのだろう。世界中にいるほとんどの人間が仲良くできる大前提は互いをよく知らないことだ。確かに昔のうちはペテン師だった時もあったけど、そんなことでうちの欠点を暴く必要はないだろう。あ、夢追い人の研究課題なんだけど、欠点を暴くようなアイデアを思いついたよ。安心して、暴くのはあなたの欠点じゃないから思ったんだ。私たちの強みから考えると、この研究課題は歴史方面から着手できるかもって。桜花側から見れば、少女と彼女が所属してる七術は歴史上の人物でしょ。もちろんコラリーを見捨てることはできない。でも週末のアンカーに関しては私たちだけじゃ何もできない気がする。いいんじゃないかな。もし週末のアンカーに関するきっかけが見当たらないなら、そっちはしばらく私が担当するのが妥当だと思う。それじゃあお願いするね、親切姉さん。でもセナ、今の話は欠点を暴くことと何の関係があるの？もちろんそれは少女に聞かなきゃ。ねえ、もし歴史について何か発見したとしたら、それはかなりの確率であなたのプライバシーと関係があったりしない？それは大丈夫だと思うよ。だって術の一員だとしても普段のうちはごく普通の人間だし、それにうちらがここを出た時、あんたたちに出てもらった時って言った方が正しいかな。その時はまた会えるなんて考えてなかったよ。あまり期待しすぎない方がいいかもね。他者の視点から事の因果を明確にするのも現状にとって役に立つはずだ。ちょっと、今日のあんたはどうして身内に不利なことばかり言うんだ。毎日あんたのことを綺麗だって褒めてあげてたのに。それはいつの話だ。どうやらこれからについてはもう目星がついたみたいだね。こっちは続けて週末のアンカーを調査していくから、夢追い人はセナちゃんの考えで行動していいと思う。私的には図書館からあなたたちの研究を始めていいかもしれない。じゃあ私も週末のアンカーの調査に加わろうかな。へえ、まさか私を助けることにそこまで本腰を入れるとは思わなかったよ。ただそうなると、夢追い人、その核という放棄を親切とヘリアに持っててもらった方がいいんじゃない？それも術の一員なら分けた方が効率的でしょ。今までは少弱と親切が一緒だったけど、今はちょうど入れ替わってる。合理的だよね。反論はできない。これでやっと他人の肩を持てなくなるね。ドニグル、なるほど。晴れた日はたまにお日様とおしゃべりしたくなるね。そういえば少女はまだここをよく見てなかったよね。さっきあの機械人間に案内されながら。ここはまさか図書館？私の知ってる図書館とは結構違うね。うちらのともあまり似てないみたい。それでどうやって見るの？そこの機械を操作すればいいんだよ。晴れた日はたまに。操作方法は簡単だけどジャンルが多すぎない？ちょっと待って、キーワードを入力して検索してみる。あまり役に立たない気がする。別の本にしよう。
時間と事件の系統は一致するんだけど、結局これは小説だから信憑性はないと思う。でも読んでみないとわからないでしょ。スタイルは結構学術的に見えるけど、内容は都市伝説とそう変わらないかな。少女くん、こういう話を聞いたことある？え？なになに？影の呪い、百年大恐慌実録？この題名はあまりにも。待って。罹患の術相？あんたたちの世界に、まだそれが存在してるの？何の話かよくわからないけど、これはただの小説だよ。それはどうかな。あんたたちは老朽に来た直後に、そのうちの一層を服従させただろ？それって、少弱に荒涼の夢と呼ばれてた影のこと？うん。100年前と比べると、だいぶおとなしいけどね。とにかく、ここで見かけてないならよかったよ。100年前と同じだったとしたら、あんたの器具だけじゃ倒せっこないもん。それってつまり、この本に書かれてるものは、昔はちゃんと存在してたの？もちろん。しかも、言うほど簡単に対応できるような相手じゃない。一人の誉れはその敵によって決まる。なんといっても、それは術の出世の階段だったんだ。そんな弱い相手なわけないだろ。出世の階段？卒業論文みたいな存在かな。卒業論文？ああ、あんたは学生だから。その例えも間違いじゃない。でも、その本質まで徹底的に追求するなら、それは影の源流って言えると思うよ。なんて言えばいいのかな。火や電気に似てるみたいな？恐れあがめる対象から、親しみのある存在になるまでは時間が必要だろ？でもどれだけ変わったって、その影は間違いなく恐怖から来てるものなんだ。つまり、この本に書かれてる内容は、私たちが見た影と、同じところから来てるってこと。罹患の術相っていう呼び方も、うちの師匠が言い出したんだ。彼が規則を作ったおかげで、街中に術の肩書きが溢れるようなことはなかった。師匠の話によると、あの時代に人々を苦しませた災害の根源は、みんなの心の中の恐怖にあるんだって。彼がどうやってそれを知ったのかは、うちにもわからないけど、確か、心にある恐怖は千変万化するけど、すべては十に分類できるとか、本に書いてあるように、それは影から出てくる怪物だったり、たまに、救いようがない病だったりもする。実を言うと、怪物は一番対応しやすい一層だよ。うちの知り合いのお姉さんは、力に任せて魔物退治することができたしね。根本的な解決にはならないけど、だからしばらくの間、一層や二層に対応できる人も、術だと名乗って世間を騙して、とにかく、名前が派手すぎて身がないってこと。だから、うちの師匠は規則を作ったんだ。術になりたければ、罹患の術相のすべてに対応できるほどの実力が必要だってね。なるほど。審査の基準があるってことは、夢追い人と私も術になるチャンスがあるのかな。この本はうちらの前にあるだろ？どんな内容が書かれてるか、ちゃんと見てみたら？もったいぶらないでよ。まあまあ、自分のことを持ち上げるのは好きじゃないんだ。師匠のことを漏らさず語るのも恥ずかしいだろ？あんたはどう思う？夢追い人。別に意見はないけど、さっきの注意事項を考えると、
ここの空間はギリギリ足りるかなって感じだね。私が本を開けたら勝手に歩いたりしないように。え、本を読むのと歩いたりすることと何の関係があるの？それはすぐにわかると思うよ。やんなら。これホログラフィー？へえ、こっちの人もちょっとした道術が使えるんだ。これ本って呼べる？すごいのはわかるけど、どうやって読むの？私もそんなに詳しくないんだ。普段はもっと抽象的な本を読んでるから。でも作者の話に従って損はないと思う。これからとある調査員の手記を再現する。しかし散逸した内容があまりにも多かったため、他の資料で保管するしかなかった。どうか多めに見てほしい。手記の内容によると、この無名の調査員はかつてある機密任務を執行するために琥珀街に派遣された。そして多くの記録によると、琥珀街は長い間災異が多発する険しい場所だったらしい。うん、少しブラブラしよう。やっと目覚めたのか。この俺が造園の面倒を見るとはな。どうだ、状況はわかるか？地面にあった黒いものは。ああ、あんたは自身の影に襲われたんだ。まだ加入したばかりだと思うが、手帳に説明があっただろう。ここで一体何があったんですか？厄介な事態になってる。三つ以上の違う階段が同時に出現してるんだ。あの巡視の術もここで亡くなったと聞いてる。無論彼はもともと死を求めていたからな。わざとそうしたのかもしれない。だが彼の願いが叶ったという事実だけでここの危険性が把握できる。でも術が、そんなはずは。ああ、わかってる。こういった方面での実力は彼らの方がずっと上だ。ここに来ても来なくてもそもそも違いはない。だが術でもここの問題を解決できない以上、俺たちのような貧乏な組織は何人かに犠牲になってもらうことで手を尽くしたんだと示すしかないだろう。残念ながらその犠牲者っていうのが俺たちだ。手記に書いてあるように、この調査員はかつて影の呪いに対抗する機関に所属していた。その名前は書き記されていないが、きっと読者の皆さんも見当がついているだろう。そして人々がよく知っている琥珀街大恐慌、彼はその経験者の一人である。すごいリアルだったね。データの海の技術を利用してるからかな。うん、そうだろうね。嘘を本当みたいにするのは何度も見てきたよ。うちの師匠はこういうのが大好きだからね。でもこの本の景色は確かに琥珀街と似てる。実に興味深いね。それじゃあこの話に出てきた巡視の術って？ああ、リトストおじさんのことだよ。彼はそうやすやすと死ぬような人じゃない。さっきの人が話してたように、おじさんは確かに死を追い求めてたけど、その願いを叶えるなんて絶対に彼らが話してたようなちっぽけなことじゃできないはずだよ。うん、彼らの話しぶりから見るとちっぽけには見えないんだけど。でも逆の立場から考えると、今私たちが体験してるこの本のことはさておき、少なくとも作者が参考にした手記には信憑性があるんだよね。それはどうだろう。そうだ、続きを見てみようか。外の世界にとって世界の泡は
心配しないで、すぐにあなたを連れてここを離れますから。他の術もここに駆けつけてくれると聞きました。きっと良くなります。大事なのは。いや、違う。誰が来てももうダメだ。あの怪物を見てないからそう言えるんだ。あれはまるで、まるで誰が来てももうダメなんだ。違います。きっと解決できますから、どうか怖がらないで。怖がるなってありえないだろ。人間じゃどうにもならないものを見て、どうやって、やはり間に合わなかったのか。彼らは一体何を見たんだろう。恐怖を感じただけで自分の影から怪物が生まれる？それが罹患の術相の一種の現れ方なの？その通り。当時のみんなはしばらくそんな険しい日々を送ってたんだ。でもあんたたちは怪獣を見てる。別に珍しいものでもなかっただろ。でもどうして今の桜花は。おや、その様子もう理解したってことかな。その通り。100年前うちら術は影を全部まとめて一つの場所に隔離したんだ。それがあんたが見た老朽だよ。そしてクコ殿老の刑を巡らせ、大崩壊による脅威を完全に解決した。老朽に着いた時、影の中で似たような内容に触れた気がする。俺は何かの予知夢？それとも夢占い？へえ、だからあなたたちを崇拝する人がいるんだね。全ては大義のため。虚名なんて求めない、求めないよ。まあでも万が一そのおかげで儲けたとしてもおかしくないだろ。でももし術が本当にそこまですごいなら、さっきの人はどうしてあんな風に怯えてたのかな。だい、理由はわからないけど。そうだね、なんでだろう。待って、こいつ私たちを老朽に連れて行ったあの犬じゃない？ドニグル、本当にあったんだ。もちろんだよ。そいつがいなかったら私たちは老朽に行くことも少女と知り合うこともなかったよ。そんな、ドニグルは老朽から離れられないはずだけど、本当に見間違いじゃない？それか他の犬と間違えてない？あの2本の尻尾は目立つし、影を操ることもできるから見間違うはずないよ。どうしてこんなことに。消せない悪があるなら、この身で悪にとって変わろうだなんて、まるで何かの冗談みたいだ。僕は決して怯えたりしない。僕は生きてここから出てみせる。彼は何を言ってるの？この犬は一体。あんたたちが今まで見たのと同じように影から出てきた怪物さ。ただ誕生させた相手が少し特殊なだけ。殉死の術の影の怪物はもちろん普通じゃない。待って、あなたたちはそういう怪物を倒す専門家だったんでしょ？どうして自分自身も怪物を持ってるの？他の人たちは持ってないよ。リトおじさんが少し違うんだ。彼がどうドニグルを手なずけて心から契約のようなものを結ばせたのかなんて知らないよ。うちも噂で聞いたけど、それ以降リトおじさんは一夜で影を操るようになった。術になったのも当然だった。影を操る？そう、師匠はそれを規則に入れなかったけど、影を消す力も
本当は影自身から来てるんだ。じゃあちょっと見せてもらえないかな。影を操るなんて面白そう。それは見せたいのは山々だけど、ここには影がないだろ。それに回収だってそうだったじゃないか。ああ、じゃあ次に老朽に行ってコラリーと合流した時に見せてもらおうね。ところで、私たち何か手がかりを見つけたってこと？私たちを老朽に連れて行ったのはその犬だったでしょ？多分違うかも。え？どうし、この本はこれで終わりなの？手記はここまでしか記されていなかった。調査員自身も災難から逃げられなかったのだ。その事実は語るまでもない。ただ唯一確かなことがある。その後すでに死んだと思われたあの術が再び現れ、琥珀街大恐慌を終わらせ、誰もが避けようとする街を発展した商業エリアに変えてみせた。嘘でしょ？わけがわからない。もったいぶる人は一番嫌いだよ。それでドニグルが世界の外に現れた理由なんだけど、少爵にも心当たりがないの？しばらく会ってないんだけど、ドニグルには外に出る方法がないはずなんだ。もしかしたら何か誤解があるのかもしれないね。とにかく今日は週末のアンカーが2回も動いた。キグはそう思ってる。じゃあ他の本を読んでみる？それとももう一度親切姉さんに話を聞いてみる？私たち何も得られなかったわけじゃないし。親切姉さんだけじゃない。もしかしたらこの件にとって重要なのはあのキグの意見なのかもしれないね。じゃあ今の情報をまとめよう。まずは世界に関すること。老朽と桜花はもともと一つの世界だった。火星暦の100年以上前に術はそれを二つの世界に分け、もしくはもっと正確に言うと、少爵をはじめとした術は影の呪いを老朽に残すことで大崩壊の影響を受けずに新たな世界の泡で桜花を再建できるようにした。厳密に言うとそれはあくまで一つの推測だ。あなたたちが通路を安定させ、世界の泡に対し正確な測量を完成させて初めて結論として認められる。自己諸葛亮をするつもりなら黙ってて。私たちは数学の証明をしてるわけじゃなくて探検してるんだ。質問。自己諸葛亮とは？もういい。二つ目の問題をまとめよう。今のところ週末のアンカーを継続して観測してみたけど、以前の状況と比べて新たな変化があることが分かった。親切の話によると、以前のようなレベルのエネルギーの爆発はもう起きないだろうけど、意外なことに何かが活性化してるらしい。うん、原因は不明だけど、外からのエネルギーの刺激に対してかすかな反応があるんだ。こういう風に実験を長く続けられたら、私たちもその使い方を見つけられるかもしれない。だがドニグルはすでにその手段を得ている。ドニグルは犬じゃないの？私たちが今話している術が一体何なのか考えたことはないだろうか？もったいぶらないで。老朽の前身であるアンカの歴史にはかつて一人の暴君がいた。彼女は自身の進化を忌み嫌うとき、
相手に貴重で稀有な移住を可視していた。滅多に見られない移住をきちんと世話したければ、その進化は家の財産を使い尽くすしかなかった。きちんと世話できなければ、暴君は進化の手抜きを理由にして相手を殺せる。私から見ると、術の才能とはそのようなものだ。まあいい。コミュニケーションの効率のために、その論証過程は置いておいて、結論を先に言った方がいいって提案させて。それも合理的だ。何せあなたたちと私の考え方はかなり違う。当初魔物退治、そして親戚独占のために二つの世界のあらゆるものを隔絶させた者がいた。今のあなたたちが運命のいたずらによってそういう垣根に阻まれているのなら釘を抜けばいい。論証過程は置いておいて、結論を先に言った方がいいと提案してきたのはそちらだ。先ほどの方針に従い、このまま向かってみるか。それを見ればどういうことかわかるはずだ。いいけど、どうして今回は瞬間移動じゃなくて走って向かうの？方針は同じだ。これを釘って呼ぶべきだとあなたはそう言いたいの？同じ道具の身としてみれば、少なくとも機能性と比べてもサイズは特に取り上げるべき事項ではない。それに術の力の媒介なのに緻密な作りをしていたらむしろ不便だ。機能性？その通り。クコ・ドンローの刑に使われる道具だ。あなたは大崩壊という名詞を耳にしただろう。世界が徐々に抽象的な海に沈んで、不可逆的な終末が近づいてくる。前から疑問に思ってたけど、あなたたちの大崩壊って、そんなにシンプルなものなの？つまり、他の現象はないの？ハリケーンを操る少女とか、幻覚を見せる羽とか、そういう類のもの？全然。私もそういう話を聞いたことはないよ。ただ偶然、大崩壊という名前が一致してるだけで、全てが終焉とは無関係っていう可能性もあるのか。じゃあ、今のところ、大崩壊はもう、あなたたちを困らせる災害じゃなくなったってこと？その通り。あなたが今見ている七釘のおかげだ。正式名称は、分野庭園七星月。これがそのうちの一つだ。無論、これは別の話になるが、実際に大崩壊が訪れる前は、老朽の住人にとって、むしろ影の方がより危険な存在だった。影がどのように生まれてきたのかは、誰も知らない。影自身もそうかもしれない。人々が確信できるのは、ある日から、それは十種類の異なる姿で急に現れ、世間で暴れ出した。そして恐怖が、その根源にあった。術というのは、自身の恐怖を屈服させることで、影に足を踏み入れ、その力を使う者たちのことだ。それによって彼らは、凡人とは違う様々な能力を手に入れ、人々のために魔物を退治し、最終的に、次第思考の功績を挙げた。彼らは影の力を釘の中に注ぎ、世界を飲み込もうとする大崩壊の潮汐に抗い、沈む運命から救った。さらに影を改良して、回収を可能にした。以上の内容は老朽の古書によるもので、その信憑性については責任を取らない。ちょっと、器具であるあなたは、術の一員じゃないの？文献を引用すれば自慢話にはならない。しかし、文献を引用しているからこそ、その信憑性に対して責任を取ることはできない。他に聞きたいことがあるようだ。あるにはあるけど、影の力を釘の中に注ぐ。それも、あなたが前に言ってた栄養。その通り。あの偉業を成し遂げた後、たとえ術でもほとんどの力を失い、
7人のうちの5人と5分の4が眠りに落ちた。何その分数は。少弱は1人、私は5分の1。私たちを除けば5人と5分の4ということだ。とにかくこれから私たちがすべきことは、釘を一時的に抜き、術の力をその体に戻すことだ。大崩壊がまた発生したり、あるいは一部の術の敵意を招いたりしない。そんなにすぐには来ない。それに私を信じて。あなたの仲間がここに来て、また桜花に行った。それは術にとっては無視できない危機。もともと彼らを呼び覚ます人が必要だった。そのため私の考えだが、釘を一時的に抜けば、あなたは仲間たちと再会する機会ができ、私たちは術から感謝される。その後はあなたたち、つまり術が一緒に他の潜在的な問題を解決するってこと？無論だ。桜花に問題が存在するなら、老朽も無事ではいられない。逆もまたしかり。一理あるように聞こえるけど、一方的な話なのも確かだね。それなら少弱が戻ってくるのを待って、みんなで確認するといい。実を言うと、彼女はペテン師として半人前だ。彼女が欺瞞しようとすると、すぐにみんなに見破られる。じゃあその次は、仮に私たちの意見が一致したら。私は釘の中の影を解放するよう試みる。その過程で、必然的に相当な数の怪物が中から湧いてくる。私がその作業を続けられるように、できるだけ怪物を倒してほしい。その理論はよくわからないけど。覚えているだろうか。等価交換。簡単に言うと、これからあなたにしてもらいたいのは、その怪物たちを代価にして、私に力を与える回収だ。私が目の前の釘を動かせるように。これは仕方のないことだ。釘を残した男は死を求めていたが、武勇だけなら完全な私よりも上かもしれない。無論、あなたがあちこち走ったりする方がいいというなら、他の場所の怪物だって栄養にできる。しかし、現地調達ほど便利ではない。そうだろ？あなたって、知ってることを全部教えてくれるタイプなんだね。ちょっとラグがひどいけど、ヘリア、こいつの話を聞いてたでしょ。あなたと親切の判断は。あんたがそう質問するってことは、もう決めてるんでしょ？その通り。器具の意見に従うつもりはないけど、こいつの言う方法をできるだけ早く試したい。あなたは案外いい人だ。かつて私が裏切られた時、彼らは何一つ言わなかった。さあ、今回の行動にテストの意味合いが含まれているのなら、早速最大限に活用しよう。早いんだね。やっ！この攻撃性が強くなった。やっはっ。でもターゲットは私じゃない。トーンエンジン点火。はっふっはっ。やっはっはっ。バタントーンふっふっはっ。やっやーっ。
何？実験が始まったと思ったら信号が急に途切れた？多分実験によって老朽の影が濃くなったからじゃないかな。でも器具がついてる限りコラリーは大丈夫だと思う。約束は守ってもらうよ。まあ彼女のことが心配なのはわかる。でも安心して、術の一員である器具はただものなんかじゃないよ。うちを信じて気を長くして待てば彼女たちからの通信は回復するはず。あ、一つ言い忘れるところだったよ。コラリーたちと直接つながりがある件じゃないけどね。ただ器具といえばこっちには調査に値するものがある。夢追い人、あなたが入学した初日に週末のアンカー以外に連れて行った場所を覚えてる？このビルの中なんだけど。ん？待って、その箱のこと？監視施設の中に置いてあったもの？それって文物じゃないの？そうだよ。でも文物が実用的じゃないなんて誰がそう決めたの？データ研究所のほとんどの学生にとってそれを見学するのは一つの伝統でしかない。でも一般人が知らないだけで、データの海から来た子はほとんどその文物と精神面でつながりを持てるんだ。それは文物本来の使い道じゃないけどね。へえ、まさか祈祷師のテフィリンのような不思議なアイテムだったりして。そうだね。その方向性で例えるならゲームのセーブポイントと少し似てるかもしれない。え、ますますうさんくさくなったね。心配しないで、やってみればわかるよ。もしかしたら何か意外な発見があったりするかもしれない。権限を付与しておいたから。ここに残ったままじゃコラリーたちの通信が回復するのを待つだけ。もしかしたらヘリアにも余計なプレッシャーを与えてしまうかも。そこまで言われたら行くしかないよね。私も一緒に行く。私はここに残ってコラリーからの連絡を待つよ。じゃあ少女は？実を言うと器具が向こうにいる以上うちがいてもいなくても変わらないと思う。ああ違う違う、つまりね、まだ二人の術が介入するほどじゃないってことだよ。そうだね。うちもあんたが話してた文物ってやつを見に行こうかな。実は少しだけどうちはお宝の鑑定もできるんだ。少女は私たちのお客さんだし、何を見たいか何をしたいかは自分で決めていいよ。それならよかった。その言葉を待ってたよ。私に任せて。少しブラブラしよう。そよぐ風も近くの一部だね。外の世界にとって世界の泡は一つの盆景なのかな。あ、きっとあれだよね。雨が止んだら虹が出るのかな。嘘だろ、今日はあまりにも偶然が多すぎるんだけど。少女も知ってるの？当然、
これはうちの師匠の宝物だよ。彼は貴族の出身で、家中に黄金や珠玉が転がってた。珍しいものなんていろいろ見てきたはずなのに、これだけは命と同じくらいに大切にしてたんだ。まさかここで見られるとは。てっきり師匠はそれを抱きしめながら眠ってるのかと思ってたよ。私も文物の由来をよく知らないんだ。小尺は具体的な使い方を知ってるの？はあ、うちにもそんな機会はなかったよ。師匠はとても大切にしてて、うちにも触らせてくれなかったんだ。というか、彼がそれを使う姿も見たことないよ。そうなんだ。でも、親切姉さんがすでに権限を付与してくれたなら、直接試してみたら？上に手を置いて、何かを感じてみるとか。うん、やってみるよ。今週の宿題は、まだ提出してなかったっけ？あなたたちの権限認証ってこんなにすごいものなの？ううん、それだけじゃないみたい。え？親切姉さん？どうやらあなたにもこれを使う日が来たみたいだね。これはあなたが入学した日に残したもの。あなたがいつこれを見るかはわからないけどね。とにかくこれを見ているということは、あなたの勉強が順調で、ついに前にいた場所を再び訪れるほどの経験をしたってこと。先生はある言葉をよく口にするんだ。今日はあなたにも送っておくね。恋愛は他者の中に潜り込み、芸術は自身の中に潜り込む。じゃあ、初めて自身の中に潜り込む経験が楽しいものになりますように。どういう意味なのかな。どういうこと？簡単だよ。当ててみるね。今までの経験から考えると、私たちは訳もわからないまま何かに巻き込まれて、シュッと次の世界に行くんじゃないかな。いやいや、その経験ってあまりにも。記憶と時間の箱へようこそ。これから体と精神をリラックスさせてください。記憶から戻る場合は、心の中で終了と黙考してください。晴れた日は、たまに。データの海？本当にそっくりだね。待って。ねえ、あっちを見て。私たちだよね。あれ？私たち、知り合い？わからない。でも、私たちは、夢で会ったばかりだよね。おお。何そのナンパのやり方、古すぎるよ。ああ、ごめんごめん。からかってるつもりはないの。気にしないで。あなた、
セナディアじゃないの？確かに私はセナディアだよ。セナって呼んで。今のは、二人が知り、もちろん、正真正銘、私たちの初対面だよ。でも、一体どういうこと？まさか、これもデータの海の再現能力だったりして。それはどうかな。図書館の本と同じように、根源物質による完全再現じゃなくて、仮想現実に近いのかもしれない。あ、そういうことか。親切姉さんが言ってたよね。私たちに分物を使用する権限を付与したって。そう考えると、焦灼が使った方がいいと思う。そうしたら、より直感的に老朽の過去を見られるかもしれないし。じゃあ、心の中で終了って黙考した方がいい？いや、その必要はないんじゃないかな。何か知りたいことがあるなら、うちが話せば済む話じゃない？記憶違いがあったとしても、裏付けしてくれる器具があるし、そんな面倒なことをしなくてもいいだろ。それに多分大して役に立たないと思うけどね。うちはあんたと違って前からつながりを持ってるわけじゃないよ。そうだね。違うでしょ。私に言わせたらすごく役に立つに決まってるよ。ほら、私たちが老朽に行けたのはあの犬に出会ったからじゃない？あの時の状況から考えると、私たちがデータの海にいた時も、あいつは近くにいたはずだよ。でもあの時、私たちは今みたいにあちこち行ったりできなかった。今あいつを見つけて、どうやって自由に移動してるのかを説明させれば、問題は解決するんじゃない？そうだけど、目の前で再現されたのが、私の記憶だけなのか、それとも、あの時の全てなのかはわからないでしょ？もう、せっかく来たんだし、やってみようよ。私たちがあいつに出会う前だったら、みんなが気づいてなかった秘密を発見できるかもしれないよ。しかし、どこから始めるべきかな？あいつが最初から覗き見してたなら、嘘でしょ？ここでも怪物と戦うの？しかも前回と少し違うよね。というより、むしろこれでセナの推測が証明されたんじゃない？データ書籍と違って、ここで再現されてるのは作者本人が知ってるデータだけじゃない。あった。簡単でしょ？私たちも潜り込めばわかるんじゃない？ちょっとセナ。そんな、向こう側が老朽の終末のアンカー？待って、まさか前に終末のアンカーが起動したのは私がたまたまそうしたからじゃなくて、最初からあいつに動かす能力があって、ただ私たちがオーカを見つけられるようにタイミングを待ってただけ。2回も起動させられた真相って、
まさか。ねえ。ねえ、ちょっと大丈夫？二人とも、どうして顔色がそんなに悪いの？違う。これはテアタの海の影響じゃない。少女くん、何か隠し事でも知ってるの？ねえ、何か隠し事でも知ってるんじゃない？知っていることは全部話すように。じゃあ今の状況を説明したらどう？あなたが釘を抜いた後、私たちがここに来たのはどうして？なんというか、確かにこれは予測できる事態だ。必ず通る過程とすら言える。あなたも事前に私に聞かなかっただろう？でなければ、あらかじめこういうことが起きると分かっていたはずだ。あなたとは別の方法で交流する必要がありそうだね。それで、ここはどこ？琥珀街の住人たちは？彼らは、まだ存在していない。まあいい。やっぱりあなたのやり方で交流してみるよ。ここの性質と、私たちがここに来た理由を、正確に述べてほしい。飲み込みが早いようだ。正確に言うと、ここはおそらく100年前の琥珀街だが、私たちが時空を超えたわけではない。影の力は、人々の恐怖から来ている。そして恐怖は、人々の心から生まれる。そのため、あの男が自身の力を七釘の中に注いだとき、彼自身の一部も必然的に残ってしまったのだ。例えば、記憶。抜かれた釘があの男のものなら、今の私たちがどの時間にいるのか、推測するのはそう難しくない。あの男？ああ。琥珀街大恐慌という言葉を聞いたことはないかもしれないが、あの男にとってそれは確かに取り上げるべき功績だ。心配は不要だ。これは一時的に活発になっただけで、何をしなくても記憶は自然と消えていくだろう。ただ興味があるなら周りを歩いてみてもいいだろう。見るといい。ある時に魔物退治という面でリトストが世界に与えた新しい考え方を。もう少し分かりやすく説明してくれる？私が話した10種類の顔、影と共にやってきた様々な災いを覚えているだろうか。琥珀街大恐慌はかつてその中の例外だった。その後同じように罹患の10層の一つとしてまとめられたが、それが初めて現れた時はかつて見たことがなく、解決手段が全くないものだった。そして今、それがあなたの目の前で起きている。どこに行く？心配しないで、すぐにあなたを連れてここを離れますから。他の術もここに駆けつけてくれると聞きました。きっと良くなります。大事なのは。いや、違う。誰が来ても、もうダメだ。あの怪物を見てないからそう言えるんだ。あれはまるで、まるで、誰が来ても、もうダメなんだ。違います。きっと解決できますから、どうか怖がらないで。怖がるなってありえないだろ。人間じゃどうにもならないものを見て、どうやってああ心配しないで、もう大丈夫。
彼らが開発した花を持ってますから。やはり死んだのか。これは一体ありえない。死人が恐怖を感じてる。まさか、まさか。影から誕生した怪物。なるほど。これこそが問題点だ。見ての通り、人の恐怖は影を誕生させ、それは災いとなる。しかしその理論でいけば、目の前の死体はもう災いを起こせないはずだ。私たちが見てるこの怪我人は怪物たちの本当の源じゃないってこと。その通りだ。そして目の前にいる調査員らしき人物も、もうすぐ重要なことに気づく。実際このエリアの災いの源は琥珀街自体にある。街が怪物になったとでも。ああ、影の抜け穴を悪用したのかもしれない。最初の頃確かにここに怪物が出没したのかもしれないが、事件はすぐに収められた。その後影による疫病が琥珀街で流行り出したが、大きな損失を出すことはなかった。一体何が言いたいの。その災いは大きな脅威とは言えない。残念なのは、そのせいで人々はこういう疑問を持ったのだ。どうしていつも琥珀街なのだと。もうわかっているだろう。罹患の術僧が琥珀街に頻繁に出現したのはただの偶然だ。とはいえ噂が広がり、人々が不安に思い始めると、ここは大げさなことに不吉な地と呼ばれるようになった。その後数千数万人が信じて疑わぬ恐怖は、琥珀街を正真正銘の災いに満ちた巨大な箱にした。しかもそれを変えられる者はもう誰もいない。影から湧いてくる怪物、それらをよく知ればそもそも難題などにはならない。倒すことは術にとっては朝飯前みたいなものだ。あなたが先ほど見かけた一般人もある手段を頼れば対応できる。だがそのあらゆる原因がただの噂だと分かっていても、どんな方法で集団的幻覚を蹴散らせると。常識的に考えれば、彼らがどれだけ信じて疑わなかったとしても噂は現実にならないはずだよ。影がその過程に条件をつけたの。その通りだ。ある視点から見ればそれは回収と同じ原理なのかもしれない。その後は、今の琥珀街を見る限りその強行は最終的に終わったんだよね。方法はとても簡単だ。ただ初めてそうしたいと思ったのがリトストだった。そう、ついて行ってみては。その目で見届ける機会もあるかもしれない。あなたはドニグルですか。じゃあまさかリトスト様もまだ。よかった、よかった、術がここにいるなら。あああの犬見たことがあるのか。私が老朽に来た原因とも言えるかも。あいつは一体何なの。その話は長くなる。事態を把握するだけなら、奴をリトストのペットだと思っておけばいいだろう。かつては影の造物だったが、その後奴はずっとリトストの意志に従って動いている。例えば奴は今リトストの指示に従ってあなたの前にいるかわいそうな調査員を噛み殺した。どうして、どうしてこんなことに。その通り。消せない悪があるなら、この身で悪に取って代わろう。私が思いついた手段はこれだけだ。さらばだ、見知らぬ人よ。いつか私は死に、今日の罪を償う。
かしその前に動け、ドニグル。私たちは琥珀街の人々を皆殺しにする。残念だ。終わる時期が悪かったようだな。ううん、もうわかった。お、琥珀街に対する人々の恐怖に実際の根源がないから根本的に解決することができない。それなら根源を与えてしまえばいい。彼は琥珀街にいた人を全員殺して、それを証拠としてあらゆる異変は自身の手柄だと宣言した。そうでしょ。おや、そんなにすぐに理解するとは。あなたもそのやり方に賛同するのだろうか。そこまでする必要はある？何がダメだというのだ？何はともあれ、琥珀街に入ったら普通の人間は生還できない。リトストはただすでに決まっていた彼らの結末を別の形に変えて、そして琥珀街の恐怖を完全に自身に移しただけ。その後彼は人々の恐怖の対象となった。そして琥珀街は正気を取り戻して、徐々にあなたが今日見た姿になっていく。それは誰もが喜ぶ結末ではないか。つまりその後彼は大悪役を演じるようになったってこと？それも一時期のことだ。リトストにとって過去の一部を消すことは一番の得意分野だ。琥珀街大恐慌の真相を知っている者は今はそう残っていないと保証する。見ての通り、今のは所詮取るに足らない昔話でしかない。100年前の老朽ではそれよりも明記されるべきことがたくさんあった。要するに影は一種の呪いじゃなくて規則なの？誰も判断できないが、かなりの確率でそうだろう。でなければこれほど複雑な姿を誕生させるはずがないだろう。じゃあ一つ疑問があるんだけど。ほう。もし私たちが週末のアンカーを起動させて二つの世界を再びつなげたら何が起こるの？ではなぜ術は当時二つの世界に分けたと思う？結局のところ老朽は一つの檻、檻が閉じ込めるのは十の悪僧を持つ規則だ。週末のアンカー何をした？私はただの道具。あなたの目、どうやらリトストの釘を引き抜くとドニグルを老朽に戻らせて、私たちのやり方でこの件を処理しなければならないようだ。私の使用者、あなたが大岡市に向かう機会がやってきた。夢追い人も罹患の術相にまとわりつかれたの？そんなのありえないでしょ。二人とも体は大丈夫？しばらくは大丈夫だと思うけど、本当に何があったとしてもそれはうちのことだし、あんたたちは心配しなくていいから。それでこれは一体どうして？あの影たちに接触したせいなら琥珀街の住人たちは似たような状況にあってないよね。だってあそこには回収という方法があるから、語り物になる前に衣食住に必要なものになるから、おのずと何の心配もなくなるんだ。だ
から回収ってあんなに重要なんだね。まさか回収がなかったら餓死しなくても怪物に噛み殺されるの？その通りだよ。でも今はどういう、私の記憶が正しければあの宝器がないと少爵は回収を行えないはずだよね。ちょっとした小細工を使ったんだよ。罹患の術相は消えてない。うちの影に隠されてるだけなんだ。前に話した通り、これは時間稼ぎでしかない。器具を取り戻さなければ、うちらは一緒にあの世に飛ぶことになるよ。どうやら終末のアンカーを起動させることが今の最優先。待って、少爵、もし私たちが確実に成し遂げられたら、この体に現れた現象って、まさか。うむ、あんたが心配してる通りさ。世界が再び繋がったら、桜花も災いから逃げられない可能性がある。じゃあ、どうして、そういうことだったんだね。おや？理解したんだ。通路を出現させようとするあんたたちを止めると、あんたは早死にするし、うちも隠しすることになる。一歩引いて考えると、うちらが死んでも、罹患の術相がここで終わるとは言えない。逆に通路を出現させることで、この切迫した事態を処理できるだけじゃなく、他の術を呼び覚まして、100年前のことを繰り返せば、両方の平和を取り戻せる。難しいことじゃないだろ？はぁ、言うならうちが悪かったんだ。まさかドニグルがとっくに通路を出現させてたなんて。あいつは桜花を見つけられず、ずっと海に出入りしてたから、当時は特に騒ぎにならなかったけど。でも言ってたよね。世界を再び繋げる方法があったとしても、そのせいで桜花が大きなリスクを背負う可能性があるって。ひとまず、親切姉さんたちと交流しよう。今の事態は多分、私たちが勝手に決めていいものじゃないと思う。あ、少し待ってて。その前に、こっちの処理もしておか。